どうもアンソニーです。今回の動画は今が始め時おすすめアプリゲーム特集番外編ということで、10月28日にビバパンダさんからリリースされたばかりの新作アプリデートアライブ精霊クライシスをご紹介します。簡単に本作の概要を説明すると、デートアライブ原作10周年を記念したスマホ向け横スクロールアクション RPG、 アニメシリーズの世界観ストーリーをベースに原作者立花光司先生が完全監修を務めたシナリオやビレー CG で制作されたアニメーションが楽しめる内容となっています。そんな本作は現在新たに八頭神10日反転バージョンが実装され、様々な報酬がもらえるイベント魔王凱旋を実施中。今回テスト版を特別にお借りしてプレイしていきます。ありがとうございます。それでは早速プレイしていきましょう。じゃあまずはね、操作の方を解説していこうかなと思います。バトルはバーチャルパッドを使った自由度の高い横スクロールアクションになっており、通常攻撃、スキル、回避を組み合わせて敵を倒します。コンボをつなげていく爽快感や敵の攻撃を紙一重でかわす瞬間など、可愛い見た目とは裏腹にやりごたえのある難易度になっています。また最大3人までの精霊を連れていくことができるので、状況に応じてキャラクターを変更して攻略していく必要があります。各キャラクターに用意されたスキル演出も圧巻ですね。続いては育成要素の方を解説していこうかなと思います。キャラクターの育成はステータス、結晶、特質、宝石、スキルの6つに分類されていて、強化できる項目はプレイヤーレベルを上げることで解放されていきます。例えば特質はステータスを上昇させるために3つまで装備をつけるものとなっており、装備の組み合わせによってスキルが発動します。強化できる項目がかなり多く、育成部分のやりごたえもかなりありそうです。アドベンチャーパートではライブ 2D で描かれたキャラクターたちによるフルボイスのストーリーを楽しむことができます。アニメが放送されたのが2013年ということもあり、当時のキャストでストーリーを振り返ることができるのは嬉しいですね。もちろんデート要素も完備されています。知らない人のために少し補足しておきますと、デートアライブの世界は精霊が出現することによって起こる大災害を食い止めるために、精霊を倒すかデートして出れさせて精霊も世界も救おうって設定の作品になっています。原作とは違った選択肢を選んだ時の反応を見るために、ついつい何度も読み直してしまいそうです。どうだった？正直どうだった？さて、大体ゲームの概要が分かってきたところで、今回は11月4日に実装されたばかりの新キャラクター八頭神10日が反転した時の姿を引いてボスに挑戦していきたいと思います。この反転っていうのは、簡単に言うと精霊が暴走した状態で、詳しく説明するとまあネタバレに、ね、なってしまいますので、ここは割愛します。それでは早速引いていきましょう。最初の10連、これで引きてえよ。頼む10日反転した姿、えマジ可愛いからな。俺めちゃくちゃキャラデザ大好きです。これおーい来ていく。これは僕が日頃の行いが、えマジで可愛い。えこれ引いたってことだよね。いやもうこれ出たからいいわ。あれなんか持ってる扱いじゃない。いやーちょっとですね、うちのスタッフから聞いたんですけども、通常の姿だったということで全然反転してませんでした。はい、うちのさっき引いたトウカちゃんは、この今画面に出てる悪そうな感じのトウカちゃんを引くということです。さあ行きましょう。あんなまだまだ優しそうなトウカちゃんじゃ喜んじゃいけないと。はい、残念でした。 OK、 じゃあもうバンバン行くから、もう出るまで引くんだから、反転トウカちゃん。いやもう声優さんもめちゃくちゃ豪華だからね。マレー先輩ですよ皆さん。いやキャラデザ可愛いからね、これファンもさ、もう思い入れがあるわけよこのキャラデザにね。そこを崩さずしっかりとゲームにしてくれるあたり。出ないよお願い、来てトウカちゃん。おこれ来たやない。はい来た。これはスタッフ、これは OK、 これは OK ということで、はいやっとえでも割とだいぶ早めに出た。だいぶ早めに出た。そう、日頃の行いが。え、マジ可愛いな。え、トウカちゃんだけ俺、ズバ抜けて好きなんだけど。じゃあちょっとね、反転トウカちゃん弾けたんで、パーティー編成してきました。まあ一応違いをね、見せるためにも、普通のさっきね、俺が反転トウカちゃんだと思って喜んだ、通常モードのね、
で、反転トウカちゃん入れて、最後、主人公の妹の小鳥ちゃんも入れていこうと思います。さあ、やっていきます。まあ、基本はね、通常攻撃はこんな感じよ、トウカちゃんは。まあ、この辺はね、ただね、通常攻撃だと敵がね、まあ、硬いから普通にスキルを使っていく。で、やっぱあとキャラチェン、キャラチェン大事。うわ、かっけえ！いや、やっぱ反転トウカちゃんは、通常攻撃ずっとしておきたいぐらいのかっこよさはある。うわ、スキルもえぐいな。うえい！スキルも2つあるじゃん。反転ちゃんだけ。かっけ。かっこよすぎてずっと反転使いたいけど、ここはしっかりと変えていきます。勝っていくためにね。いや、小鳥ちゃんも強いから。小鳥ちゃんね、マジで派手。スキルがね、めちゃくちゃ豪華なわけよ。強いよ。順調順調。負ける気しねえな。必殺技使ってみていい？カットイン。はい、かっこよすぎ。はい、来ました。ちゃんとカットイン入ってこうやって動画が流れるわけですよね。これはもうファン歓喜。はい、ボス来た。ここは小鳥ちゃんの必殺技も見せていく。これ勝てるぜ、余裕じゃん。さあ見せて。これね、小鳥ちゃんの必殺技が一番派手なのよ。見てこれ。今日は反転で決めていくか。いやね、反転のキャラチェンの時のもうダメージがえぐい。はい、かっこいい。いや、これはかわいいわ。これみんな欲しくなるよね、反転トウカちゃん。たまらんわ。今回ね、ちょっと防衛戦ってやつもね、やってみようかなということで。さあ、吉野ちゃんが囲まれています。しっかりと守っていきたいと。とりあえず倒していけばいいのかな。敵結構強いぞこれ。さっきのと比べ物にならんぐらい強い気がする。オッケーオッケー、吉野ちゃんとこ来た。ここで俺が吉野ちゃんを殴っても大丈夫か。オッケーオッケー。これフレンドリーファイア切られてます。いや、ちょっと待って。本当にね、反転が強すぎてね、キャラチェンしたくらい。通常攻撃が派手、もうすでに爽快感抜群ですね、このゲーム。ここ一回必殺使っとこうか、トウカちゃんの。これ通常トウカちゃんね。はいはいはい。この辺で全員に当たるぐらいの。これ結構位置とか大事だよ。さっきも言ったけど、攻撃が普通に当たんないから必殺技すらスタス。だからしっかりと場所を考えて打たないといけないっていう。小鳥ちゃんが相手だよ。小鳥ちゃんにひたすらこっち向いて、全員巻き込むからね、これ。ちゃんとね、打つ場所、画面の端まで下がって打つと。ただ、小鳥ちゃんちょっと強化がされてないっぽいね。火力が足りてないね、完全に。これ逆に、あ、待って、吉野ちゃん削られてんのこれ。どこで、あ、オッケーオッケー、ターゲット HP88。あ、終わった守った！オッケー！危ねえ！地味に12削られてたんだけど、俺。まあでも無事に吉野ちゃんを守りきることができましたと。まあこんな感じでね、ボス戦だけじゃなくて防衛戦ってのもね、まあこれはちょっと序盤の方だからね、難易度もまだ低めだけど、まあ徐々に難しくなっていくといった感じでしょうね。ということで、デートアライブ精霊クライシスプレイしていきました。まあ今回ね、紹介しきれなかったんですけども、まあシナリオモード以外にも、プレイヤーレベルを上げると挑戦できる強敵トライアル、まあ特訓スペシャルルールといった難易度の高いクエストだったり、まあサークル戦といった他プレイヤーと協力するモードなんかもあります。まあプレイする前はね、アドベンチャーパートがねメインのゲームかなと思っていたんですけども、まあなんだかんだね、もちろん動画の中でも言いましたけども、まあ、やっぱり配置する場所だったり攻撃する、まあなんていうんですか、端っこを狙ってとか、まあそういったものを考えながらもね、リアルタイムでね、まあ、かなりやりごたえのあるアクションゲームだなと。まあ、本当にね、今ね、イベント魔王凱旋がね、ちょうど始まったばっかりなんでね、まあ概要欄からね、ぜひダウンロードして始めてみてください。このチャンネルは様々なゲーム、アニメの最新情報もお届けしております。ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。